はいどうも TJ です。今回です。今回は、今日はね、緊急で撮影してるんですけど、いろいろね、アップデート情報が来ましたので、こちら紹介していきたいと思います。ということでね、まあ、いくつかあるんですけど、まず新武器が登場するみたいですね。で、新武器なんですけど、画像あるんですけど、こんな感じ。新 AR 武器 M4A4 登場ということで、火力全開で仕留めろということで、M4A1 は今、もともとね、あるやつあるんですけど、M4A4 ですね。うん、なんかちょっと難しいね。どっちも M4 だからなんか、ね、区別がつけづらいですけど、まあ、呼ばれるとしたら A4 かな？うん、A4 で呼ばれるのかなって感じですね。はい、こちらの新武器がですね、こちらは25日から実装されるみたいですね。まあなので、まあ、木武器か赤武器かちょっとなんか絶妙なとこですね。うん。火力が高いって書いてあるんで、赤武器っぽいんですけど、M4 なんで、ちょっと難しいとこですよね。なので、まず新武器が出ることが確定しております。こちらの武器ね、ちょっと楽しみに待ちましょう。ワンチャンこの武器がデラックス武器説ちょっとあるかなって思ってますね。うん、次のシーズンでデラックス武器もらえるので、これ説ちょっと押してますね、僕は。まあ、おそらく PC 版火曜日にアップデが来るときに判明すると思うんで、またその時動画にしようと思います。はい、続きましてテンスラのコラボがまた新しく判明しましたので、こちら紹介していきましょう。なんですけど、ちょっとね、大変申し上げにくいんですが、昨日の動画で、テンスラのね、新アイテム紹介したんですけど、僕めちゃくちゃ間違えてまして、正しくは、ミリムナーバですね。僕、リムルナーバって言っちゃって、はい、すごい間違えてましたね。ごめんなさい。はい、で、新しいキャラなんですけど、こちらですね、ベニマルです。うん、これは間違えようないね。うん。ベニマルのスキンが出ますね。はい。こちらはね、まあ僕ね、全然見てないんでわかんないんですけど、まあ人気キャラなのかな？まあ、だと思うんで、まあベニマルもね、判明しました。まあ一個ずつ判明していくということでね、紹介させていただいております。はい、ということでね、テンスラのコラボ新しいスキンも判明しました。ということで続きましてなんですけど、次がね、GOGO フェスが間もなく開催されるんですけど、そのアイテムがね、ちょっと判明してるんで、そちら紹介していきましょう。で、GOGO フェスももう少しで来るみたいで、多分27日からかな。だと思うんですけど、そのアイテムが判明してます。なんかね、今回これロボットっぽい感じ。うん、ロボットもモチーフにされてるみたいな感じだね。こんな感じです。なんかね、プロモーションビデオみたいなのがあるんですけど、これなんか電動スキンっぽいよね、ワンちゃん。この女性の方がね、映ってるんですけど、ロボットっぽい感じもありつつ、みたいなね、感じですね。はい。こちらのスキンがね、もう出るみたいですね。これどうかな？電動かな？ワンちゃん電動説あるよね。だいたいGOGOフェスって電動がね、来るんですけど、ワンチャン電動説もある。武器とかは多分ね、映ってないんで、その辺はちょっとまだ判明してないのかなって感じですけど、とりあえず衣装がね、判明してますね。これ絶対なんか羽、進化したら羽生やすよね。うん。っていう感じでね、スキンが判明しております。GOGOフェスとテンスラがおそらくほぼ同時タイミングで来るので、まあ、ガチャが盛りだくさんって感じですね。はい。まあ、またね、新しい詳細が出ると思うんで、そちらが出たらね、また紹介の方をしていきたいと思います。はい、ということで今回ね、紹介していったんですけど、一つ目が新武器 M4A4 が登場するっていうのと、テンスラのアイテムが新しく判明したっていうのと、三つ目でこちら GOGO フェスのアイテムも判明したので紹介させていただきました。と、イベントからね、なんかイベント来てまして、7日ログインで、こちら、車ですね。車の体験がもらえるということで、こちら忘れずにログインね、してみてください。っていうのと、この辺はね、シェアしたら、このね、アイコン枠もらえる感じですね。これも受け取ってみてください。で、これ、荒野で君を待つ。これシェアすると、金枠エモートをゲットできるみたいですね。ちょっとシェアしとこうか。シェアして、こちらもらえましたね。はい、なのでこちらもね、ぜひ皆さんもらってみてください。はい、ということでね、まあ、火曜日に PC 版のアップデが来るので、その際にまた新しい新シーズンのバトルパスだったり、多分デラックス武器も判明するので、そちらもね、紹介していきたいと思います。はい、ということでね、今回緊急で動画撮影してるんですけど、こんな感じで新イベントを紹介させていただきました。ぜひ皆さんね、欲しいアイテムとかあったらコメント欄に書いてみてください。ということで、ありがとうございました。よかったらチャンネル登録、高評価、ぜひぜひお願いいたします。バイバーイ。